はい、今回は1年の計は金杯にありということで、ヤング金杯を開催したいと思います。何のこと何のことですよ、それは。ヤング金杯、ヤング金杯を開催するということで、こちらのスイッチを使ってダービースタリオンという競馬ゲームがあるんです。ダビスタって言われてるやつな。ダビスタというものです。それだけは知ってますよ。それで各メーカーの台を勝手に競走馬として作りました。知らんけど。でその馬たちをレースをさせたら面白いんじゃないかと思ったので、全18メーカー27頭にひろしくんをプラスした28頭で予選を行って、各レース5着までに入った5頭を合わせた計10頭でヤング金杯をやりたいと思います。いや知らんけど。予選2レースの各勝ち上がった 5頭がヤング金杯に進むと。ちょっと待って、はい、あのさ、はい、パチンコよりさらに離れてないなんかさ、大工の源さんよりさらにさ、日本中のメーカーマンが注目するレースとなってますから。てない、ただのお前らの競馬好きのやつにただ巻き込まれとるだけのやつやん、それ。違う違う、これでガロやユニコーンに負けたねメーカーさんが一発逆転がありますから。マルホンにも、マルホンにも、エーゴンにも、エーゴンにも、豊丸にもチャンスありってこと。でこれね、でもね、結構ヤンセン今バカにしましたけど、岸本が3日2晩かけて28頭を作り上げたんですよ。大変なの、大変でした。作るのが大変でした。どう大変なの。あのね、本当何頭もいっぺんに厩舎にいっぱい同時進行で作ってるんで、なかなか進まないんだよ、ね、お前仕事せえよ。お前なんそんなことしとることあったらさ、なあ、なんか分からん、編集せえよ。お前なんか分からんけど。じゃあ今年のその納めるのは終わったから。終わった終わった終わった。その後の仕事が進めた。じゃあ何やるかっつったらね、もうこれしかなかったんで。でこのエントリー場の一覧がこちらとなっております。お前らだけノリノリでさ。見てくださいね、28頭です全部。3世からガロ月光、第1からバカボン神スペ、エーゴンからビッグポップコーン、豊丸ワイルドロデオ、サミー北斗無双、北斗ナイン。サミーだけなんで2頭立てなの。いやまだいますね。ユニバもナムココレクションとバジリスコーカの2頭。お前怒られるぞ、お前こういうのさ。なちょお前な、せめてあ置き時デュオとかさ。な、分からんけどさ。パチンコなんだ、パチンコなんだ。あ、そういうことか。パチンコなんだ。